2010年の日本 GP でのチャーリー・ホワイティングチャーリー・ホワイティングはイギリス出身の元海1エンジニア FIA の F1 技術部門責任者であり FIA が主催する安全委任会の代表も兼任していたまた各グランプリではレース開始の A 級スターターとして任命されていたためレーススタート時のシグナル点灯の制御や各ドライバーにフライングなどの不正がないか構成に 定める役割を多く担った。その他、技術部門責任者の立場からパルクフェルメの代表責任者も担当していた。レース業界に入ったのは15歳の頃で、特に初期は実刑であるニック・ホワイティングの活動も支援していた。1970年代中頃には、ニックが拠点としていたブランズハッチサーキットのレーシングクラブで著名な存在となっており、1976年には、 女性ドライバーであるディビナガリカを兄弟ともに支援し、イギリス界五千シリーズでも活躍していたサーティースから彼女を出走させた。1977年にシルバーストンサーキットの近隣に拠点を構えていたヘスケスに在籍。だが、チームオーナーのアレキサンダー・ヘスケス日はほぼレイスに対しての熱意を失っており、末期的な状況であったことから、1978年に チームは撤退し、ホワイティングも同時にチームから離れている。直後にブラバムへ加入し、後にチーフメカニックに昇格。ネルソン・ピケのメカニックを担当していた。1981年と1983年にピケ、ブラバムがダブルチャンピオンを獲得したことと BT52 の開発にも貢献したことを買われてチーフエンジニアに昇格した。ホワイティングは 当時のチームオーナーであるバーニー・エクレストンがチームを売却する、ほぼ同時期の1987年まで10年間、ブラバムに在籍した。1988年より、FIA の F1 技術部門責任者として加入した。元メカニックエンジニアであったことを大いに買われ、今日までの F1 マシンの検査に携わる。また、彼の加入により、会一レギュレーションに、 パルクフェルメが大きく機能するようになったと言っても過言ではない。第一マシン開発には様々なルールの抜け穴を探り出して開発する面も多く、事実それらの不正の数多くを公正に見抜いてきている。チームがグレーゾーンの新部品を使用する前にはホワイティングに問い合わせて事前承認を得ることが大事である。百九十七年により FIA 安全委員の代表と 同じく FIA の F1 レースディレクターに任命され A 級スターターでもある。レーススタートの際には必ずホワイティングの姿をスタートフィニッシュラインの完成等に見ることができる。レース中はコントロールルームに移動し、モニターや無線でコース状況を確認しながら適切な判断を下す。コース上でペナルティに相当する行為が起きた時や 大雨でトラックコンディションが悪化した時には、ドライバーからチームへの無線連絡で、チャーリーに問い合わせてくれというリクエストが寄せられる。2019年3月14日、同年のオーストラリアグランプリ開幕を控える中で、敗決戦のため休止した。66歳ボーツ。会一は国際レースであるため、開催されるサーキットの査察団の代表として赴くことが多く、 特に初開催されるサーキットの安全性を調査する目的でサーキット並びにレース開催のために必要な施設をレギュレーションに準拠しているか等を調査を行う任務を担当していた。ありがとうございます。